ということで、もう一人の方から呼びたいと思います。マリエ、どうぞ。あの人、何、私服な、私服であれなんじゃないのみたいな。
痛い空気は流れてたんですが、感じてた？その辺割とどうでもいい感じ。よくそれであれだもんね、その学校で声優とか行くもんね。そうですね。家の近くのコンビニくらいだったら。こういうね、バンドのコンテストみたいなイベントってなんかなかなかね堅苦しいんですが、ね、こんなに人が残ってるとはね。嬉しい限りでございますよ。ありがとうございます皆さん。ありがとうございます。キャビア新しく買ったんだよね。島村学家さんで買ったの。ああ、これ、あ、これ、あとで、あ、これ、あとでね、あの、締めとくんで、その辺を。一応若いのがね、礼儀を知らずにね。ほら。俺が振らなければ。どうですか、皆さん、こう出た方、どう違いますか。今日、出演者って人。お、半分ぐらいいるわけですね。どうですか、やりきれましたか。満面の笑顔でボケる。やりきれた方。大丈夫ですか。フットサル場とか船橋とか砂川ですか。この後でちょっと、はい、そうなんです。今日はただ船橋の芸人枠なんで、今日あら、ほっとない芸人枠。島村さんまたあげましたね。なんか怖いわ。そうやってどんどん他ジャンルに侵略していくからね。元スタッフが見切って芸人ということでね、何が言いたいかというと、やりきれないまま終わることのが何事においても、まあ、これだけに限らず学校でもそうだし、まあ、恋愛でもそうだよね。そうですね。は恋愛でもそうだと思うんですけど、仕事でもね、やりきれないまま終わっていったときに、行き場のないときどうするかというと、今日ここで暴れていったらいいんじゃないですか、少しは。ね、体力残ってますか、少しは。ご飯食べてないですけど。はい。あ知ってる、ご飯食べないで運動するとね、カロリーが燃えるんだよ。よし、決めた。100キロカロリー燃焼していこう。100キロな。アミノバイタルとかのやつは買ってこい。うちのドラマはね、ヘルシア飲んでからね、リハ来る男なんでね、お腹が引き締まってます。まあ、どうでもいいんで行きますか。ということで、ここに今日は置いてって、ラインというイベントを締めくりましょう。今日僕らで本当に最後みたいです。こんな空気ですいませんでした。行きましょう。